ブライアン・スタンは、アメリカ合衆国の男性元総合格闘家。日本東京都出身。ペンシルベニア州スクラントン在住。ジャクソンズ MMA 所属。マクマップ3段。元 WEC 世界ライトヘビー級王者。イラク戦争における活躍に対し、米軍の勲章としては3番目に好意であるを2006年に授与されている。父親の不妊先だった。 日本の横田基地で生まれ、ペンシルベニア州スクラントンで育った。2003年に海軍兵学校に入学し、ミドルラインバッカーとしてアメリカンフットボールを経験した。卒業後はアメリカ海兵隊に入隊した。2004年5月、海兵隊でのトレーニングの一環として、総合格闘技のトレーニングを開始した。2005年5月、 海兵隊将校として参加したイラク戦争中のミッションでタイの副隊長として危機的な状況から42人の隊員すべてを生還させたことによって翌年に勲章を授与された。2006年1月6日、チームクエスト主催のスポートファイトでプロ総合格闘技デビュー。2006年6月15日、WEC 初参戦となった。 WEC21 で、ミゲール・コシオと対戦し、TKO 勝ち。2007年3月24日、WEC26 で、スティーブ・キャントウェルと対戦し、TKO 勝ち。2008年3月26日、WEC33 の WEC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、王者ダグマーシャルと対戦。カウンターの左フックでダウンを奪いパウンドで追撃し、 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。デビュー以来の連続 1RKO 勝ち記録を6に伸ばした。2008年8月3日、WEC35 で行われた、WEC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで、挑戦者、スティーブ・キャントウェルと再戦し、パウンドで TKO 負けを喫ュ王座から陥落すると、同時に、キャリア初黒星となった。2009年4月18日、 UFC 初参戦となった UFC97 でクシシュトフ・ソシンスキーと対戦しチキンウィング・アームロックで一本負け9月16日 UFC ファイトナイトディアズ・ VS、エス・ゲイアドにおいて WEC で一勝一敗であったキャントウェルとラバーマッチを行い3から0の判定勝ちを収めた二千十年二月六日 u f c 百九でフィル・デイビスと対戦し グラウンドでコントロールされ続け、0から3の判定負けを喫した。2010年8月1日、ミドル級転校後初戦となった UFC ライブ、ジョーンズ VS、マットシェンコでマイク・マッセンジオと対戦し、三角締めで一本勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年1月1日、UFC125 でクリス・リーベンと対戦し、 パウンドで TKO 勝ちを収めた。2011年5月28日、UFC130 で SRC ミドル級王者ジョルジ・サンチアゴと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年10月8日、UFC136 で JL ソネンと対戦し、終始グラウンドでコントロールされ、片方目で一本負けを喫した。 2013年3月3日、ライトヘビー級復帰初戦となった UFC On Fuel TV8 でバンダレーシューバと対戦。お互いにダウンを奪い合う壮絶な殴り合いを展開し、左フックからのパウンドで 2RKO 負け、ファイトオブザナイトを受賞した。2013年7月、度重なる頭部へのダメージによってパンチドランカーや精神病になることを懸念して、 総合格闘家を引退することを発表。現在は UFC の試合解説者として活動している。ありがとうございます。